皆さんこんにちは、ゼロです。さあ今日もサンドランドやっていきましょう。というわけで南へ、この砂漠をね越えるためにはこのバイクが必要だったんで、このバイクをゲットしてきました。で、向かう先はこちら南へですね。行きましょう。さあ落ちないように行けるか。バイクが砂に沈む前にスピードを上げるんだ。はいはい、はい、行けました。さあ通過してイベント、はっはー、ユーザーを超えたぞ。来た、ベルゼブブだよパパ。よし、準備はいいな、グッピー。グッピーって今度こそ魚かって。賞金をいただくんだ。はい。こいつがグッピーか。危ねえ。うわー、せっかく作ったのに。やったか。やってねえんだよな。無事か、シーフ、おっさん。ああ、なんとかな。一体何が起こったんじゃ。バカどもが懲りずに喧嘩を売ってきたんだよ、悪魔の王子にな。ベルゼブブはピンピンしてるよ。何？それで怒ってるか？すごく怖い顔で。パパって名前やん。おっさんとシーフはメカを頼んだぞ。王子は？あいつらをぶっ飛ばす！逃がすかよ！さあここで戦うかボス。いいだろ。俺たちはサンドランド一の悪党スイマーズだ。力を合わせるぞ。おい、ラッシュ。ラッシュで一応あーダメ。ザコからやろう。ザコから。じゃん、はい、まず一体。やばい、あいつ、こいつ撃ってくんのエグいな。溜めてパンチ。このザコは、はい、こいつは弱いな。オッケー。危ない危ない。あったあったあった。さあこいつ、このグッピーちゃんを逃げるみたい。ほら。さあグッピーやりました。おっと危ねえ。またこいつか。はい。当たらない。かわされた。うりゃっ。やっ。ちゃっ。よいしょ。おい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 。こいつやっぱ一番強いな。うりゃっ。ちゃっ。ウィーマーズの恐ろしさを見せてやる。いや、あとお前しかおらんからね。この頃からもう鳥山明さんはもうあれか、ゲニュー特選隊みたいなものを作って。好きやな。おい、起き上がって押し切る。ダメか。危ね。はい、おしまい。倒した。ま、待て。お、本当に泉なんてあると思うか。あるに決まってるだろう。さあな。さあなんか。でも俺はあのおっさんを信じるぜ。あいつがあるって言うんなら泉はありそうだ。もし見つけたら
俺たちも泳いでいいか。おもろいな、そこでスイマーズか。息子たちは泳いだことないんだ、スイマーズなのに。好きにすりゃいいだろ。あと一人。待て、早い早い、これでも食らえ。当たるかよ。危な、突然あのコントロールキー出たの。あ、見た、間違えた、間違えた。邪魔見ろ。危ね。こいつどんだけ逃げるんやって。はいや、おっと、よいしょ。くれな、あと 15m。 はい、右。危ね。あれ、さあ近づいてきました。よいしょ。たるかよ。ずそんな。はいや、こいつ、はい、捕まえた。しょうもね。来ちまった。鬱陶しいことさせやがって。あれ？くそ、砂嵐だ。隠れるとこがねえじゃんか。ここでゴーグル？必殺。いいやん。あ、やべ、なんか全然見え、走ることすらできない。あそこにでかい岩山があるぞ、急げ。ダッシュもできない、厳しい。あ、このコンティニューしか選べないわ。もうここはもう強制イベントか。いけるか？もうちょい、もうちょい。ラッキー、ほら穴だ。ここで、あ、まだダメか。よっしゃ、イベント。助かった。ん？なんで奥が明るいんだ？怪しい。誰かおる？泉だー、ここで泉。俺ビビった今、ちょっと今鳥肌立ったわ、ビビった。よし、かかった。王子はどこまで行ってしまったのか。携帯型の無線を持たせるべきだったな。さあ、え、呼んだか、シーフ。わしは呼んどらん。おっさん、おっさん。王子か、一体どこから。悪魔は脳だけで話ができるって言ったろ。そうか。そんなのどうでもいいや。それより今どこにいると思う。わからん、どこだ。泉だよ、幻の泉を発見したんだよ。ほ、本当か、本当に泉なのか。なんだよ、悪魔の言うことは信じられないのか。暑いね、これさん。で、場所は。待ってろ、今誘導してやるよ。ちょっとじゃあ一旦ここで終わって、続きは次回行きましょうか。あ、強制的に行っちゃった。こちらアレです。少しよろしいでしょうか。なんだアレ将軍。直接私に電話してくるなんて。なんかこれ聞いたことあるな。占いババ？食事中なんだよ。シバは退治したんだろうね。申し訳ありません。実は先ほどゼウ大将軍に伺ったのですが、30年前のピッチ人と戦車隊の壊滅作戦は王様のご命令だったとか。なんでこんな時にゼウは、そんなことを。
違うよ。その計画はすべてゼウ大将軍が考えたんだからね。はめられたな、こいつ。バカだから。失礼しました。はい、芝は現在まだ捜索中です。では。なんてことだ。本当だったぞ。芝将軍に通信をつなげ。何？この岩山の中に？なんと！信じられん。こいつはすごい。だろ？どうだ、参ったか。さ、手分けして探検しようぜ。はい、というわけで改めて、はい、ここで区切りよくセーブできそうなんで、一旦ここで終わりたいと思います。ようやく幻の泉を見つけました。おめでとうってとこですね。はい、じゃあ次回この続きやっていきたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。また見てください。セロでした。バイバイ。